セニュレイ公爵ジャンバティスト、マルク・ナッティゲが、セニュレイ公ジャンバティスト・アントワーヌ・コルベールは、ブルボンアサ・フランスの政治家。財務総監権海軍大臣ジャンバティスト・コルベールの、長男で、海軍大臣を務めた。同盟の外務大臣ジャンバティスト・コルベールは重邸に、当たる。1683年、父の死去を受けて、海軍大臣に、就任。1684年、 ルイ14世の命令で、スペインに、ガレン戦を提供していたジェノバ共和国遠征に参戦、アブラム・デュケヌ海軍帝督と共に艦隊に乗り込み、トゥーロンからジェノバへ出航して、ジェノバを、砲撃、1685年に、元首フランチェスコ・マリア・インペリアーレを、ベルサイユ宮殿に向かわせ、ルイ14世の前で降伏させた。同年、 コンデコー、ルイ3世とルイ14世の諸子ルイーズ、フランソワーズの結婚を、祝い想定園の屋敷で祝宴を開き、ルイ14世を艦隊している。海軍の規模拡大に力を注ぎ船を18隻、建造して、艦隊を、増強、1690年の大同盟戦争における、ビーチーヘッドの海戦の勝利に貢献したが、同年十一月三日に急死。 幼い息子のマリー・ジャンバティスト・コルベールが、セニュレー行為を継承。海軍大臣は、ルイ・フェリポード・ポンシャルトラインが就任したが、1692年に、バルフルール・ミサキとラ・オーグの海戦で、イングランド海軍に大敗して、フランス海軍は遅れを取ることになった。1675年に、マリー・マルグリット・ダレグレと結婚したが、1678年に、死別。 1679年に、アンリ・ゴワイオンとマリー・フランソワ・アズル・テリエの娘で、フランソワ・ミシェル・ル・テリエの名にあたるカトリーヌ・テレーズ・ド・ゴワイオン・ド・マティニョン・トリニーと再婚、マリー・ジャンバティストとテオドール・アレクサンドルを設けた。カトリーヌは、セニュレーのシゴルサンハクシャルル・ドロレーヌと再婚した。ルイ14世の世紀 P196P197。 ルイ14世の世紀 P220 イ14世の世紀 P210P215 ありがとうございます。